うわすごい、ほらここ源泉ですよ、源泉すごいな、別府の街すごい。結構水量多いですね。あれ、こんな流れの速いところにグッピーがいますね。こういった中に暮らしている生き物たちがいます。そう、まさかうなぎ、ほらうわー、何もいる、ほらうわでっかい、あでっか、すごいことなってる、ここげすごい、あほら見つけた、ハルキガンの源流見つけた、温泉で、あったかい、うわこんなところにまで魚が、ほらもう加藤チャンネル、加藤ちゃん始めます。今日は大分県ハルキガンに来てます。全長 6.2 キロ、町の中をね通る川なんです。別府といえば温泉です、うん、あちらこちらで湯煙が立ってますよね、さすがです、湯煙に囲まれたそんな町、別府の、ね、川、ハルキ川、どんな魚がいるでしょうか、生き物を探します。あったかい川ということは何か離されたらその生き物たちは生きていく可能性高いですね、このハルキ川は結構有名なんですね、暖かいということで、外来種なんかも見つかっていると、グッピーとかあとはテラピアとか、その他熱帯、いろんな地域の魚が入り込んでいると言われていますから、ちょっと見てみましょうか。あ、降りれます。すごい人が近づけることがね容易な川ですね。浸水公園としての役割もあるみたいですね。ほら飛び石がありますよ。結構人工的な河川ですね。短い割には勾配が大きいのかな。急にねゾーンと別府湾まで流れるそんな川ですね。なので勾配を緩やかにするためにこのような落差溝があります。スロープのように全部流しちゃうんじゃなくて緩やかに水がね落ちていく、そんな構造に川が整備されています。その落差溝、生き物たちは、上がることができません。生き物に配慮するためによく見るとほら魚道が設置されてますね。これを使って魚たちは、下流から上流まで行き来できる、そんな生き物に配慮されたね環境になってます。ちょっと水温測ってみましょうか。うん、20度、ちょっとあったかいですね。上に行けば行くほど水温は下がると思いますけれども、でもまだ20度ありますから熱帯魚たちが住める水温ですね。こういう角で休みます。あれこれグッピー、これはねグッピーのメスです。南米原産ね、グッピーいましたね。グッピーは魚道を渡れないはずですけどね、もしかしたら上流から流れてきてるのかもしれませんね。誰かが話してグッピーのメスがいたということはオスいますからね。もう一回撮ってみますよ。こっちが
いない、あ、いたいた、またグッピーのメスいましたね。2匹目。ちょっともうちょっと上行って探してみましょうか。絶対逃げられない。あれ、いたいた、またグッピー、ほらほらほら、何匹もグッピーがいっぱいいますよ、ここ。うん、ここグッピーしかいない。あ、オスがいた、キラキラしてる、ほらほら、お、綺麗これ、いますね。なんでオスはカラフルで、うん、メスが色ないんですか。やっぱりオスっていうことを示すためですね。体内受精するので、オスはメスの気を引きます。そのために、まあ、より美しい、ね、オスがモテると言われますね。あとメスはやはり敵に見つからないように地味な色なんですね。特にお腹が大きくなりますから、動きがやっぱり遅いですよね。狙われる可能性が高い、だから地味な色をしていると言われます。お腹ちょっと膨らんでるのはもうこれ卵、そうですね、大きいものはもうお腹の中に子供がいると思います。一度に何くらいつきましたか。30産みますね。メダカとかは、メダカは、10個ぐらいの卵をポロポロ産みます。その他食べられてしまうんですね。グッピーの場合はもう赤ちゃんを産みますから、赤ちゃんは、動けます。卵の状態だと敵に襲われやすいですよね、動けないので。なので、繁殖しやすいと、いろんな環境で繁殖することが可能です。もしこれがカダヤシだったら、生きた状態で動かしてしまうと外来生物法、ね、違反になってしまいます。グッピーだったら家に持って帰って飼うことはできます。カダヤシだったらできません。なので見分けられる力をつけておくっていうのはとても大事ですね、自分を守るためにも。オスはね、グッピーのオス、鮮やかな色がありますから見分けつくんですけどね、容易に。メスはね、色がないものが多いので見分けがつきにくい。背びれと尻びれの位置が起点となる部分がね、近いのがグッピーです。ヒレの位置で片足のメスと見分けることができます。ここにいるということは、あの辺りのバンドになっているところにもいるはずなので、見てみましょうかね。あ、カルガモがたくさんいますね。水鳥の憩いの場でもあります。この構造は川も直線的にしないで、少しワンドのような、ね、水がとどまる場所を作ってますね。生き物たちが休みます。ここよく見ると周りに穴が開いてますよね。これも漁槽ブロック、漁槽ですね。こういうへこんだところにはカニが入り込んでる可能性高いです。モクズガニとか、だから魚たちが住むのにとてもいい環境なんですけども、それが全部グッピーのためになってます。もともとは大井川とか、川陸とか沼陸とか、そういった、流水性を好む魚たちが好んで住んでいたと思いますけどね、たくさん。ちょっともうちょっと上がってみましょうか。今ね、ちょっと大きな魚が隠れてますよ。だからここに入ったと思うので、ここはハサミ打ちで。あ、今ね、10センチぐらいの魚がいました。ティラピアがいたな。ティラピア。やっぱり暖かいからだもん。うん。いや、逃げましたね。あ、違うか。あ、いたいた。そこそこ。そこそこ。2匹、2匹。そこ。ほらほら。よいしょ、取った、2匹。ほら、言った通り2匹いました。ほら、テラピアいましたね。グッピーとテラピアしかいない。これナイルテラピアじゃないな。じゃない、うん、尻尾がしましまじゃないですよ、模様が。ナイルテラピアは尾びれね、ここに筋が入りますので。でもこれないので、モザンビークテラピア可能性が高い。うん、高いですね。ただこの背びれですね、
この硬いものね、棘状と言います。これが前から数えて17あるので、まあ、典型的なナイルテラピアね、16であればモザンビークテラピア、15であればジルテラピアとか、ね、ただ交雑しているハイブリッド個体の可能性もあるので、これは背びれから見るとナイルテラピアね、ただ体全体こういった尾びれの色なんかを見てみるとモザンビークテラピアなので、交雑している可能性が高いですね。多分養殖する過程で人為的に交雑個体を作って、まあ、それが流出したんだと思いますね。お見事だったな今。はい、今すごかった、かっこよかった。そう、狙ったものは捕まえる狙ったものは捕まえる。なぜなら、あ、恥ずかしい。なんですか、ハンターだからしか。私はハンターだからです。なのでこの川、どこからどこまでがあったかくて、その水温の変化によって住んでいる生き物たちどう変わっていくのか、実際に下流から上流まで何ポイントかね、絞って調べてみたいなと思います。来ましたね、ハルキ川の終着点です。もうすぐ目の前、別府湾ですよ。別府湾、もう生物層豊かと言われるこの別府湾につながるのがハルキ川です。もうこの辺りはほぼ海水、まあ、汽水域と言われますけどね、真水と海水が混じるところになります。そしてこのハルキ川上流の方見ていくと山々が連なってます。多分このハルキ川の源流はあの山の谷間ですね。あの山なんかスキーにはいいですね。ゲレンデになりそうです。いいゲレンデに雪が積もれば。あの山のふもとに源流があると思われます。そこまで向かって生き物をねガサガサ探して調べたいと思います。行きましょう。あ、フグ、嘘、フグ、フグの群れ。いたすごい、めっちゃいる。いますね。何フグですか。黒い模様があるからクサフグのフグ、ね、うん、様子ですね。カニ、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 ほら、あそこ、あそこ、あそこ、どこ、あ、モクズガニ。夜行性ですけどね、夜行性の、ほら、どれ、あのね、大きな四角い石の下、水の中にある大きな四角いフグは、フグが2匹いる下、フグが2匹上にいる、あの石、四角い石が沈んでるじゃないですか。フグはこの2匹、はい、うーっ、じゃあちょっとまずあのモクズガニ取ってみます。はい、あ、いたほらこれでしょ、ほらモクズガニ、ほらいた、橋の上から見つけたやつ。いや、もっと大きかったっす。あ、同じですよ、足の数が、ほら。で、これはメスなんです。これね、この毛が薄いね、ハサミが小さいのがメスです。お腹、あ、ほら珍しい卵、なかなか見られないですよ、貴重ですよ。モクズガニは産卵するときには河口に集まりますね、海に来てこの卵を海に向かって放つわけですね。川と海をね、行き来するんですね。すごいでしょ。ちょっと開けてみましょうか、ここね、パカって、ほらすごい、ほら、何万っていう卵が、海みたい。すごいですよ。なかなか紹介する機会ないですからね、モクズガニのメス、そして卵を持っている抱卵個体です。はい、じゃあ逃がします。在来種は逃がしますね、こういった石の隙間にいますからね、こういったところに放しますね。サカ。で、主に夜行性です。夜になると動き出しますから、ね、それまでゆっくり休んでください。川と海がつながっている、この大切さがモクズガニ、ね、一つ見ても伝わったかと思います。ちょっとガサガサやってみますか。
こういう流れのある川ではタモを川下側に置いて石をひっくり返せば流れに乗って下っていくので取ることができます。なのでこういったところをこうやってひっくり返すとこの裏にいれば魚が、ね、あほらほらイサキイサキシマイサキまだちっちゃいですけどね。ちっちゃいからこういう加工というか、ね、そうですね。こういった浅瀬岩場のところで身を潜めます。ここだったら大きな魚はやってこれないですからね。捕食されないように浅瀬にやってくるのは海の魚の子供たちです。これも在来種なんてね、離します。ほい。で、石はね、元に戻しておきます。ひっくり返した石は元に戻します。また魚たちが暮らせるように。あ、ほらほら、こういう隙間、この石をひっくり返した時、もし魚がいれば左から逃げます。左に、浅い方じゃなくて深い方に逃げるので、ここにタモ1個置いとけば捕まえることができます。あ、いたいた、ほらね、ほら沼秩父、ね、秩父がいますよ。こういった秩父の仲間は、これハゼの仲間ですけども、川と海を行き来します。そんな魚たちも生息しています。すごいですね、河口域ね、川の終着点、結構いますね、生き物がね。ここも怪しいな。怪しい。フューシャー。うわ。うわ。お腹の黄色いの卵。そうです、これ卵ですね。あ、極楽ハゼ。極楽。うん。こういった中に暮らしている生き物たちがいます。そう。まさか。うなぎ。ほら。うわ。何もいる。